どうもお疲れ様でございます。フードエージェントに聞くのコーナーでございます。前回はですね健康な食事にこだわった場合この食品つまりですね食材をですねいろんなスーパーに買いに行くわけですけどもやっぱりこう健康にこだわった食品って選択肢がぐん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 減っていくわけなんですよね。まあ、そうなるとこっちの方が安いのに健康に悪いからちょっとやめとこうかこっちの方がまあ安いんだけども まあ健康状態のことを考えたら使えないよねみたいなことが増えてきてで結果ですねこの価格の選別っていうのは割とできなくなるなというふうに感じてるんですよだからもしかしたら健康に良いと思われる食品を入手するのにお金が余計にかかるんじゃないかなっていうふうに思っておりましたでもう一つはあっちからもこっちからもいいもの悪いものを選別して買うわけですからスーパーをはしごすることになると思うんですよねまあそうなると このスーパーでついでに買えば済むのに、このスーパーにはないから、向こうのスーパー行かないと、みたいな感じで、結構手間がかかるんじゃないかな、と思ってたんですよね。だから時間的コストがかかるんじゃないかな、っていうので、金銭的コスト、時間的コスト、ダブルで、ちょっとだいぶ、無駄になっちゃうんじゃないかな。その辺どうですかっていうことを聞いたんですけども、金銭的コストはね、30%ぐらい減るそうですよ。うん。というのがね、やっぱりこう、 健康に悪いものを排除しようと思うと基本的に感触っていうのがなくなるんですよね。トランス脂肪酸を含んだ菓子パンですとかね、それから乳製品ですとか、小麦粉を含んだものとか、その他ね、これは体にダメージがあるなと思われるものを排除していくと、100%自炊になるから外食も基本的になくなるそうなんですよ。でそうなると、自分のうちで結構作れますので、まあ,あの一度に 買ってきてきね一度に作るみたいなこともコントロール効きますしね確かに金銭的には最初はね戸惑うかもしれないんだけどもだん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 ,うんコストは安くなってくるのかなと私も思い出しましたでフードエージェントさんはまさにその通りだって言われてましたね、うん、金銭的にはだいぶ買うものがシンプルになってくるんでついでにあれもこれも買おうかなっていうのは全くなくなるそうなんですよ、うん、確かにそうですよねでもう一つ時間的コストです 買い回りをしていくと、その時間がどんどん失われていくんじゃないかなってことだったんですけども、これはですね、最初は確かにそうかもしれないけども、大体3店舗のスーパーを絞って買うときに、これがないからあのスーパーへ行こう、あれがないからそのスーパーに行こうって感じで、も、ま、う、あ、すでにですね、ないものに対してどこに行くかってことがもう決まるんで、徐々に徐々に最短で買い回りをするようになるんで、まあ、特に時間的にも、 無駄は出ないよってことでしたね。うん。まあ、両方とも納得の答えでございました。あとね、肝心なことなんですけども、おそらくね、健康になるために、まあ、買い物に時間や手間をかけると仮になったとしても、結局病気になりにくいんで、病気から回復するコストや時間っていうのがかからない。まあ、つまりはトータルでは絶対に得だなというふうに思いましたね。確かに予防に勝る治療はないと思います。だって病気にならないわけですから。 で、病気になっても回復が早ければ、病気に足を引っ張られることもないですしね。名回答だったと思います。で、フードエージェントさんにね、追加で質問していきたいなと思うんですけども、気になるのはね、どんな調味料を使ってるのかなってことなんで、ちょっと調味料をね、一覧でちょっとこう出せるものったら出してもらいたいなと思うんですよ。もちろん調味料の中には、どうしてもこれにはあれが含まれてるけども、まあ便宜上使うしかないと。 使うしかないんだけども、だけども極力量は減らせますよみたいなね。そんなものもあるかもしれませんけども、この辺はね、あの、包み加速さず調味料、どんなものがあるのか知りたいなと思います。で、その上でですね、どうしてもスーパーでは手に入らずに、通販を使うケースもあると思うんですよ。じゃあ、通販を使う、通販で入手するっていうのは、あの、沖縄のね、塩の件もありましたけども、大体全体の食事の何割ぐらいを通販で使ってらっしゃるのかなと。 うまあ今はね、通販で何でも手に入る時代なんで、もしかしたらスーパーに行かなくても全ての食材はね、通販で手に入れられるかもしれませんけども、やっぱりね、生物とかは、通販とかって、ちょっと非現実的ですし、それは今日食べたいものだから今日買いに行くよってものもあると思うんですよ。まあそんなところですかね、通販はどのぐらいの割合使いますかってことです。あとそうだな、三つ目の質問としましてはね、やっぱりこう、揚げ物とかフライとかコロッケ、唐揚げとか、 ああいったものってどうなんでしょうかね。自信をするケースもあるかもしれませんけども、あれ、スーパーで、惣菜で買った方がお手軽じゃないですか。ああいうのには、ちょっとこう、心惹かれなかったりするんでしょうか。私はたまーにね、コロッケとかね、唐揚げ食べたくなっちゃうんですけどもね。その辺もよろしくお願いします。それでは、フードエージェントさんの答えをお待ちましょう。